はい、今日からマオやっていきたいと思います。では両者最後の主張をどうぞ。ここで終わったっけ？なんかセーブしてね、始めるとちょっと戻っちゃうんだよね。主張？自己アピールするの？アピールなんて一体どうやって？うわあ、何この風？陛下、スカートが風でスカートがめくれてます。大変よ本当に。ちょっとなんかちょっとコンラッドが笑顔なのが良くない？まあ、ギュンギュンはいつも通りだけど。何？うわ、マジ？勝ちだよね。マリリンかよ。マリリンわかるかな。ねえ、若い子わからないかもしれない。見えた？もしかしてパンツ見えちゃった？あーっと、ギュンター閣下が卒倒されてます。血の海だ。嫌なんだけど血の海。見えたか。なんだユーリ、その色気のない下着は。衣装と下着は合わせておけ。お前も見たな。優勝、ユーリ陛下優勝。たった今、我々の票は全員一致で全て有利陛下に。やっぱだから審査員もそういう目で見れたよね、ゆうちゃんのことをね。よくない。我々の一票は観客選票分であるからして、この時点で陛下の優勝は決定である。素晴らしい賞であった。主張違う。観客の皆さんもそれでよろしいですな。いきます。ちょっと待ってくださいよ、納得いきません。それくらい俺だって。どうですかお客さん。なんで自分から見せるとは何事か。私は美というものが分かっておらん。美とはすなわち予期せぬ幸運。全く期待していない時に不意にもたらされる幸運な瞬間こそ究極の美である。そうなの？なんかちょっとよく分かんないけど。眼福とは天からの贈り物であり、強引に獲得するものではない。へえ、よくわかりませんが、美の世界というのも意外と奥深いんですね。その点、陛下は完璧である。我々に未発達の上腕二頭筋を見せて油断させ、新たな美の可能性を示す漆黒のお姿で、この頭の固いジジイどもの度肝を抜き、さらに惜しげもなくおみ足を。私は実に。ちょっと気持ち悪いね、やっぱり審査員ね。優勝、文句なしに優勝。決まった。第3698回究極女装美男子選考競技会、優勝はユーリ陛下。例年の覇者グリーヨザックを打ち倒した新たな勝者出現。皆様盛大な拍手。すごいわね、おめでとう陛下。ち、俺の色気も陛下の天然にはかなわなかったか。でも来年は負けませんからね。来年もやるの？陛下、たった今宮廷画家が陛下の優勝の瞬間を素描した絵が完成いたしました。さあお待ちください。瞬間？パンチラの瞬間？すごくない？かわいい。もちろんです。記録にはこう記されます。第27代魔王陛下パンチラとやらで優勝。うわー、やめて、そんな記録つけないで。
やるんじゃなかった、こんなイベント。国民は結構喜んでますよ。来年は絶対やらないからな。いいと思うけどな。ええか。平和だね。すごく平和。虫の音うるさくない？大丈夫？あ、出た、このブーと音。なるほど。つまり話を要約すると、渋谷が自分でイベントを盛り上げた挙句、盛大に自爆したってことだね。そうとも言います。さすがだよ渋谷。は？そんなに盛り上げてくれるなんて、発起人としても喜ばしい限りだ。ああ、来年が楽しみだな。だからやらないって。もうやらないって決めたんだからな。ダメだよ渋谷。伝統行事は民族の文化だよ、誇りだよ、無形文化財だよ、世界遺産だよ。子々孫々に伝えていくことも為政者の大事な使命じゃないかな。シャレで始めといて何言ってんだよ。前々から思っていたんだが。なんだよ勝利、ギャルゲーは進んだのか？お前たちのやってるネトゲだが、コンとかボルとかグエとか、みんなちゃんとハンドルネームなのに、なぜユウちゃんは渋谷優里のままなんだ？安易に本名をつけてはいけないぞ、ネットは怖い世界だからな。ユウちゃんは危機意識が足りない。でももし何かトラブルがあったら、この兄に相談しなさい。わかったね。いや全然違うし、もしそうでも絶対勝利にだけは相談しないし。そうかそうか、そこまで頼りにされるとさすがに照れるな。まるで人の話を聞いてね。ん？そういやお前たちの話には一度も村田という名前が出てこないな。ああ、僕はちゃんとハンドル使ってます。もちろん性別も変えてますよ。ネカマかよ。抜かりがないな、弟のお友達。当然のたしなみですよ、友達のお兄さん。ゆうちゃんも彼を見習いなさい。はいはい。ところで今日もカレーなのかな？さすがに今日は買えるって言ってたよ、シーフードに。やっぱシーフードより、そうね、ちょっとハヤシライスとかにしてもらった方が。でもやっぱりカレーなんだ。不満なら帰ってくれてもいいんだぞ、弟のお友達。家族水入らずでテーブルを囲めるしな。いえいえ不満なんて、ミコさんのカレー本当に美味しいし。シーフードって何が入ってるのかな。楽しみだな。今日は俺が一番乗りだ。ついてこられるかな、連邦の諸君。連邦の諸君。あ、待てよ勝利、大人げねえぞ。あんまり似てないと思っていたけど、やっぱり二人は兄弟なんだな。どういう意味だよ村田。いや別に深い意味はないよ。あれ、あ、戻ってきたよ。カレーまだできてないって。かわいい、勝利かわいい。あ、そう。その、あ、三人で七並べでもします？うん。めっちゃ可愛かった今の勝利。このゲーム始まって初めて可愛いと思ったも勝利を。こんなに。このコンラット可愛い。あ、これでね。え、今何個目だったっけね、お話。3個目？早いね、なんか。何個ね、お話があるのかわかんないけど。
大丈夫？このゆうちゃんちょっと顔やばくない？いや、違うな、友達のお兄さん。ゆうちゃんは天の弱だから、正反対の選択肢が正解ですよ。なんで当たり前の顔して俺の部屋にいるんだよ、村田。そしてなんで勝利にギャルゲーのアドバイスしてんだよ。だってこないだからこうなんか見てられなくてさ。どうしてこんな初歩的なポイントで詰まるかな。うるさい、お前にギャルゲーの何がわかる。ちょっと読めばライターの癖なんかすぐわかりますよ。この場合はこっちが正解です。黙れ、口を立つな。俺は俺のやりたいようにやる。どうぞご自由に。でもほら、あれ、ゆうちゃんがバレンタインのチョコを他の男に。コンラッドだよね、完全に。ねえ、僕が言った通りでしょ。ゆうちゃん、俺にチョコをくれないばかりか。よりにもよって他の男に。ひどい、あんまりだよゆうちゃん。くどいようだけど、ギャルゲーキャラの話だよな。はあ、くだらね、架空の存在の作り話だろ。そんなのに一喜一憂してどうすんだよ。まあまあ、そう言うなよ渋谷。これはこれで面白いところもあるよ。そうか、俺にはよくわかんないな。最近のゲームはよくできてるんだよ。現実じゃ絶対体験できないことを疑似体験できたりね。バレンタインでモテモテとか、自分じゃない誰かになって大冒険とか、身分や立場をガラッと変えたりとか、そういうのやってみたいと思わない？そうだな。誰かの気持ち、バレンタインでモテモテ、自分じゃない誰か。難しくない？これ誰かになりたいとかじゃないんだけど、どのよくわからないやつっているじゃん。例えばコンラッドとかさ。俺が何をやってもほとんど怒らねえの。本当に怒ってないのか、怒ってないふりをしているのかがよくわかんないんだよね。彼は単に渋谷が可愛くて仕方がないんだと思うけどな。そうだね、それだね。まあ本人に聞かないとわからないけど。甘やかすだけが愛情表現ではないぞ。俺なら可愛いゆうちゃんでも叱るときは叱る。それはもう容赦なく心を鬼にして。お兄ちゃんと呼びなさい、ゆうちゃん。そこかよ。まあ無理に怒らせる必要はないと思うけどね。そうなんだけどさ、怒ったことがないと一度怒らせてみたいってのが人間の心理で。まさか渋谷、自ら地雷を踏みに行くような真似を。そういう冒険がしたいお年頃なのよ。ゆうちゃんにだけこっそりこの兄の地雷を教えてあげようか。いや、いいです。どうせギャルゲーバカにすんなとかだろ。なんでわかるんだ、ゆうちゃんはエスパーか。大丈夫、なんか勝利ボケキャラになりすぎじゃない？ちょっと猿でもわかるよそんなこと。勝利、アニメではもっとかっこいいシーン多かったのにな。第4幕ですよ。あら、どこここ。もう可愛い。何この、この二人やっぱね、いいわ。どうかしましたか？え？さっきからずっと、後ろから俺の顔を覗いてるから。なんだ、気づいてたんだ。もちろん。ユーリが何をしているかなんて、俺の背中越しに全部伝わってきますよ。あはは、バレバレか。俺の顔に何かついてます？ううん、違うよ。それじゃあ
もしかして後悔してる。え？こうやって二人で城を出てきたこと。そんな、後悔なんて、してないよ。本当に？当たり前だろ。だって、視察のためにちょこっと城を出るくらいいいじゃねえかよ、なあ。なんだ、もっとなんかロマンチックな外に出る理由かと思ったら違ったわね。国王たるもの、国内の状況把握なくして務まるかっての。それをグエムもギュンターも自覚を持てえだの危ないだの気にしすぎなんだって。彼らは彼らで陛下の心配をしてるんだと思うけど。そんなこと分かってるけどさ。それにすっかり夜も更けてる。今夜はもう野宿になりますけど、本当に良かったんですか？これじゃ夜逃げ同然だ。だってボルフの寝相の悪さ知ってるか？一回寝損なうともうダメ、絶対寝れない。寝れたもんじゃないから。野宿の方がよっぽどぐっすり寝れるって。っていうか根本的に俺だってたまにはお忍びで遊びて、いやいや視察くらいしたいんだ。はいはい、わかってますよ。息抜きは必要ですからね。それにこういう時のために俺がいるんだから。それじゃこの辺で野宿と行きましょうか。ちょっと待ってください。あ、陛下捕まって。陛下って呼ぶな。よっと、ありがとう名付け親。そうでした、ユーリ。どういたしまして。毛布は足りてますか？寒かったら言ってくださいね。風邪でも引かせたら俺がギュンターとボルフラムに殺されますから。ああ、大丈夫、ありがとう。それで？え？さっきどうして俺の顔を見てたんです？ああ、いや考えてたんだよね。グエンとかボルフとかはなんだかんだとああしろこうしろって睨んだり怒ったりでさ、とにかくいろいろ俺に言ってくるだろう。まあそうですね。もちろん俺のこと、神魔国のことを考えて言ってくれてるのはわかるんだけど、でもさ、そういえばコンラッドには怒られたことないんじゃないかなって。そうでしたっけ？そうだよ。俺だけじゃなくて誰か他の人に怒ってるとこすら見たことない。コンラッドが怒ってるところってアニメとか原作とかで考えてもあんまゆうちゃんがいないところが多いよね。なんで？なんでそんな余裕あんの？なんかこう絶対怒るポイントとかないわけ？例えばいきなり髪を引っ張られるとか。うん、それはちょっと怒るかな。引っ張ってみます？お、怒る？さあ、どうかな。やっぱいい。ハゲたら俺もショックだし。そりゃ助かった。またそうやって余裕ぶちかますんだもんな。じゃあ、ちょっと待って、セーブしよう。ここはセーブしておこう。確実に行きたい。なんだろう、コンラッド。欠点は別に怒んないと思うし、身内、これ親を悪く言われるとやっぱ怒るよな。今度は何です？お前の母ちゃん厚化粧。セリ様に聞かれたら終わりよね。なんてことを言うんですか。お、珍しく取り乱した。そんなこと言ってる場合じゃない。取り消して今すぐに。出ないと大変なことになる。またまた、そんな大げさな。腹が立ったんなら素直に。あれ、今ゴロゴロって遠くで雷鳴ってる。嵐でも近づいてきてんのかな。そうじゃない、ユーリ。いいから早く。うわあ。どういうあれなの。今近くに落ちたよな。近くに雷落ちたよ、コンラッド。やっぱり
まだ有効期限は切れてなかったか。期限って何？ねえ、何の期限ですか？バリの子はな。あ、いい、テリ様にボイスある、嬉しい。お、テリ様？これテリ様の声だよね。もしかして近くにいらっしゃったのですか？母上は自由恋愛旅行中です。ここにはいません。これは彼女の呪い、いや、自動発生大魔術です。なんじゃそりゃ。いつだったか母上が当時の愛人と口論になりまして、愛人はそのまま出て行ったんですが、母上は腹いせに城の近くで彼女に対する特定の形容詞を口にすると、こんな風に勝手に雷が落ちるという大魔術を1ヶ月かけて完成させてしまって。腹いせってレベルじゃねえ。苦情は直接本人までお願いします。とにかく今からでも取り消して、早く。取り消します、取り消します、超取り消します。嘘です、冗談です、本気じゃないんです、ほんの出来心だったんです。男はみんなそう言うの。そうね、正しい、そうね、うん、いや、マジですってば、許してください、勘弁してください。楽しそう、チェリ様が楽しそう。笑い方も魔女っぽいよ。あら、ごめん、遊ばせ。はあ、収まったかな。のようですね。いや、危ないところでした。はあ、女の執念って怖いんだね。いい勉強になったよ。でもだいぶ面白いものが見れたよね。ま、あの人は特殊ですけどね、参考にしていいのかどうか。とにかく今度有効期限を確認しておきますよ。あの魔術解除はできないらしいから。ゼリ様、やりっぱなしですか。あ、ちなみにその逃げた愛人さんはその後どうなったの。うん、え、なんで不自然に目をそらすの。俺なんかヤバいこと聞いた。ほら、芋が焼けましたよ。芋はいいよ、っていうかいつの間に焼いてたんだよ。まあいいか。とにかく親ネタは命に関わるな。それじゃあ他の話題で。あ、何、本人、普通に本人の悪口でも言ってみるか。何か思いつきました？お前の顔はいいよな。性格もいいし声もいい、腕も立つし気の利いたセリフもさらっと言えちゃう。影のある過去を抱えてて、でも絶対に振りかざさない。あれ？足は長いだろ？別に臭くないし、ハゲてないし、胸毛も鼻毛も耳毛もない。あ、けなすところが見つからないよ。まいったな、そんなに褒めないでくださいよ。光栄だけど後が怖そうだ。そのリアクションがまた憎いんだ、これが。ん？待てよ、前にもこんなこと考えた気が。そうだ、あの恐怖の欠点が。あれでしょ、寒いやつね。ん？まだ何かあります？この際だから思い切って言っちゃうけど、コンラッドってさ、ギャグが寒いんだよね。え？そんなはずはナイジェリア。うん、なんとも言えないよね。うわ。どうです？今の切り返しは悪くなかったでしょ。そうだね。ダメだ。俺の方がダメージでかいよ。これじゃ意味ないって。ここは他の切り口で。ユーリ、もういいでしょ。そろそろ眠らないと明日起きれなくなっちゃいますよ。ああ、
でもコンラッドちっとも怒らないからさ、なんか悔しいだろそういうの。あいにく俺は打たれ強いもので、この続きはまた今度にしましょう。今日のところはもう休んで。やだ寝ない。かわいい。やだ寝ないだってかわいいとか言ったら怒る？あなたにわがままを言われても怒る気になれませんよ。困ったな。もうコンラッド欲しいな。やっぱ怒んないか。ごめん嘘嘘、ただでさえ迷惑かけてんのにこれ以上困らせちゃ申し訳ないもんな。迷惑だなんて思ってないけどね。遠慮がちなあたりむしろ可愛らしくて。可愛いとか言うな、男だぞ俺。はい失礼しました。それじゃ明日の巡回に備えて一緒に体力を蓄えるとしましょう。おやすみなさいユーリ。うんおやすみコンラッド。いい。ただちょっとコンラッドの顔大丈夫？作画班がちょっとね、もうちょっと頑張ってほしいね。いや、顎かな、ラインかな。ゆっくりお休みください、陛下。ごめん、見張りなんかさせて。で、昨日の夜中から今の今まで一日中コンラートと二人してジョーカーをうろうろしていたわけか。うん、いやー面白かった。面白かったではございません。魔王陛下が丸一日城をお開けになるとは、ね、何事でございますか。そもそも僕というものがありながらどうしてコンラートと二人きりなんだ、このしがれ。大切な陛下の御身に万が一のことがあったら何とします。いいえ、何ともできません。駆け落ち者でもあるまいし、どうして僕一人をベッドに残して夜中にこそこそ出かけるんだ。オルフロ、ちょっとお黙りなさい。国家の大事を思う私の心からの還元が陛下のお耳に届かないではないですか。お前こそ黙れ、ギュータ。今は婚約者同士の内輪の話をしてるんだ。赤の他人がいちいち野暮な口を挟むな。なんですって、誰が赤の他人だというのです、このわがまま。プップクプープップクプープップクプーとはなんだ。僕は若くてスラッとしていてピチピチでプップクプーなどではありえない。取り込み中みたいだから先に城に入ってようか。賢明なご判断かと。やかましい、城門前でギャーギャーわめくな。城内にまで響き渡っているぞ。ああ、グエンダル、いいところへ。いやー助かったよ、もう逃げるしかないかと思ってて。元はといえば貴様のせいだろうが、魔王陛下。げ、その言い方はグエも怒ってる？怒ってなどいない、呆れているだけだ。そうですか。いい加減王としての自覚を持ったらどうだ。わずかの友のみで姿勢をうろつくなど腰が定まらぬにも程がある。だからってずっと城にこもってたら息が詰まっちゃうんだよ。それが王というものだ。グエン、友の人数がご不満ならお叱りは俺が受けるべきだと思うけど。もちろんお前にも言っている、ウェラー卿。陛下の思うがままに振る舞わせるなど普段から過保護に過ぎるのではないか。ああ、
普段の教育方針の話なら教育係に伝えておくよ。私ですか。いや、私はその陛下が私の個人授業をきちんと受けてくださればそれだけで満足と言いますか。なんだそのいかがわしい授業は。ユーリ、お前まさかギュンターとまで。趣味が悪いにも程があるぞ。待って、ギュンターは趣味悪くないと思う。私この中だったら、だってコーナーとの次にギュンターだもんな。どういう意味ですか、ボルフラム。そのうち本当に呪いますよ。いや、普通の授業だから。っていうか、誰ともなんともなってないから。もういい、勝手にしよう。兄上、お待ちください。僕はただ、ユーリに王としての慎みを身につけさせようと。ユーリ、後でたっぷりと話を聞かせてもらうからな。ああ、はいはい、じゃあね。とにかくご無事で何よりでございました。お疲れでございましょうから、今日はゆっくりお休みください。どうやら嵐は収まりましたね。はあ、やっと入れる。でも明日はみっちり受けていただきますよ、このギュンターの秘密の個人授業を。秘密じゃないだろ。はあ、疲れた。でも有意義な一日だったな。街も平和で賑やかだったし、みんな楽しそうに見えたのは俺のひいき目じゃないよね。まあだとしても俺の手柄じゃなくてグエンのおかげなんだけどさ。やっぱああいう街の様子とか見ると王様としての向上心つうの、そういうの芽生えてくるんだよね。案の定、ボルフにもギュンターにもグエンにも怒られたけど、あの三兄弟、あれで意外と似てるって最近思ってたけど、融通の聞き方は全然違うよ。ていうか、コンラッドが特別なのか？地球に派遣されただけあって、柔軟というか、つかみどころがないというか。で、結局、怒らせられなかったんだよね。ああ、もう、どこなんだよ、コンラッドが怒るポイントは。やっぱ、ゆうちゃんが危険な目に遭うとかだよね。はい。ということで、今回ちょっと、一旦ここで終わろうかなと思います。なんだろう。もうなんか、ほんとこのゲームやってるときはね、嫌な気持ちがないね。始まりの旅は、ちょっとサラレイ出てきてから、うんっていうのが多すぎたけど、ほんと平和。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。